マーキュリー・レッドストーンロケットは、アメリカ合衆国発の有人宇宙飛行である NASA の、マーキュリー計画のために開発された有人、打ち上げロケットである。1960年から61年にかけ、同計画の6回の弾道飛行に使用され、また61年5月5日には、アメリカ発の飛行士を、その11周後には2番目の飛行士を宇宙に送り、最大の目的を達成した。 なお世界初の宇宙飛行士は、ソビート連邦のユーリー・ガガーリンであったため、彼らは、世界で2番目と3番目の宇宙飛行士となった。アメリカ陸軍の PGM-11 弾道ミサイルを改良して作られた、ジュピター C 打ち上げロケットの第一弾を、有人宇宙飛行に適するよう安全性と、信頼性を向上させるべくさらに改良したもので、レッドストーンロケットシリーズの一つである。 後続する4回の有人飛行では地球周海底軌道に投入するためにより強力なアトラスロケットが使用された。マーキュリーレッドストーンとレッドストーン及びジュピターシートの比較なさが弾道飛行のために陸軍のレッドストーン液体燃料弾道ミサイルを選んだのは当時アメリカが保有していたミサイルの中では最も古く1953年に運用されて 以来多くの試験飛行で成功を収めてきたからであった。標準的な軍事用、レッドストーンはマーキュリー宇宙船を計画で必要とされる弾道軌道に運ぶには水力が不足していたが、レッドストーンを改良し長いタンクを持つジュピター C の第一弾は望まれる軌道に到達するのに十分な燃料を搭載することができた。そのためこのジュピター C の第一弾が マーキュリーレッドストーン設計の出発点として使用された。だが陸軍はジュピター C のエンジンの使用を終了していたため、設計者らは部品の不足や設計の変更などの混乱が起こるのを防ぐべく、最新の軍事用レッドストーンで使用されたロケットイ員車の A-7 エンジンを選んだ。有人飛行に使用するため A-7 の 安全性と信頼性を高めるよう任命されたのは陸軍弾道ミサイル局技術者のハンスポールとウィリアム・デビットソンだった。1959年はアブマの職員のほとんどはサターンロケットの開発計画に追われていたがスケジュールに十分な余裕を見つけることのできた技術者らはジュピター C の人間登場用の改良作業に携わった。その出発点として まずやらなければならなかったのは、マーキュリーレッドストーンは上段を使用しない、単段式であったため、切り離しの機能を除去することだった。また、ジュピター C が持つ多くのより発達した機構も、信頼性の理由やマーキュリー計画には、必要ないために取り除かれた。標準的なレッドストーンは、エタノール75%水溶液25%の混合液を燃料に使用していた。 これは V2 ロケットの燃料と本質的に同じものだったが、ジュピター C の第一弾は、期待称ジメチルヒドラジン60%、ジエチレントリアミニ40%からなるハイダインを使用していた。これはエチルアルコールより強力な燃料だったが、毒性もまた強いものであり、緊急時には飛行士を危険にさらす可能性があった。さらにハイダインは、 新型の A-7 エンジンでは使用されたことがなかった。このため設計者らはハイダインを退け標準的なエチルアルコールを採用した。燃料の比率差を補うためタンクを長くして容量を増やすことが求められた。アルコールを採用したことにより新たな問題が発生した。レッドストーンはロケットのノズルのすぐ下に黒煙製の水力変更板があるが 燃焼時間が著しく長くなったために、それが損傷してしまう可能性が出てきたのである。そのため NASA は変更版の品質を高める要求を出した。またマーキュリー・レッドストーンは、レッドストーンミサイルよりも長い燃料タンクを持っていたため、内部に圧力を加えるための窒素のタンクと、燃焼時間が長くなったことに備えエンジンを潤滑するための火山化水素のタンクが追加された。 機体を宇宙飛行士が搭乗可能なものに変更する際、最も重要だったのは自動飛行中止検知システムを追加することだった。破局的な事故に至りそうな緊急事態に陥った際は中止システムが宇宙船に取り付けられている緊急脱出用ロケットを作動させ、直ちに本体から切り離すことになっていた。 このシステムは飛行士と地上の双方が作動させることができたが飛行中に第三次に至るような潜在性を秘める事態に陥った時は手動で発動されることもあり得た。解剖図、マーキュリー・レッドストーンの自動飛行中試験地システムは飛行中にロケットの状況を監視することによってこの問題を解決した。飛行制御、エンジン水力、電力の喪失など、 飛行士を脅かす可能性のある何らかの異常を感知した場合、エンジンを停止し、宇宙船の脱出システムを作動させ、自動的に飛行を中止することになっていた。また異常を発生させたロケットが発射台上や付近に落下してくるのを避けるため、発射から少なくとも30秒以内はエンジンを停止することはできず、この間に飛行を中止させることができたのは、車上安全管理官だけだった。 さらに1953年以来60回以上にわたって行われたレッドストーンやジュピター C の飛行データが分析され、この系統のロケットで最も可能性のありそうな事故のパターンが検討された。簡素化の要求のためシステムはできる限りシンプルにされなければならず、ロケットの操作に必須な数値だけがモニターされた。自動中止システムはロケットが 下記のいずれかの状況に陥った際に発動された。これらはすべて機体に何らかの危機的な故障があり得ることを示すものであった。1954年5月のレッドストーン第3回の試験飛行で発生した上昇中の水力の喪失のような特定のケースでは、即座に破滅的な状況に陥る可能性があったため、直ちに飛行を中止できる能力を持つことが重要だった。 一方で適切な飛行コースからの逸脱や上昇中のエンジン燃焼室内の圧力の低下などその他のケースでは必ずしも飛行士の安全にすぐにリスクが発生するわけではなくパイロットは船内にあるレバーを引いて緊急脱出用ロケットに点火し手動脱出を試みることができたしあるいは地上の管制官が指令信号を送って作動させることもできた 車上安全管理システムもわずかに変更され、脱出ロケットが宇宙船をロケット本体から引き離すのに十分な時間を与えるために、エンジン停止と本体破壊の間に3秒のインターバルが設定された。ガイオー図ジュピター C の第一弾とマーキュリーレッドストーンで視覚的に最も大きく異なるのは、宇宙船のすぐ下と燃料体育上部の間にある区画である。 この部分は、キビ区画と呼ばれ、名称は、軍事用、レッドストーンに由来すると呼ばれていた。サズ参照。キビ区画には、誘導システムやマーキュリー宇宙船との接続装置などを含む、ロケットのほとんどの電子機器と装置が収められていた。軍事用、レッドストーンや、ジュピター C の第一弾では、燃焼を終えると、エンジンや燃料タンクを含む、 ロケット下部は、キビ区画から分離し投機され、キビ区画は、完成弾道飛行をしている間、誘導システムと共に、上段部分を誘導した。一方、マーキュリー・レッドストーンでは、キビ区画は、ロケット下部と最後まで接続され、燃焼を停止したら宇宙船は、キビ区画から分離され、独自の誘導システムで飛行した。信頼性を高めるため、他にも、各種の変更がなされた。 完成後方装置は、レッドストーンでは ST-80 という装置を標準装備していたが、マーキュリーレッドストーンではより簡素なレブ -3 自動操縦装置に置き換えられた。レブ -3 は設計がドイツの V2 ロケットに遡り、ST-80 ほど高性能で正確ではなかったが、マーキュリーの飛行では十分正確であり、 またその簡素さのためより信頼性が高かった。機々区画には誘導システム、飛行中止及び自爆システム、遠隔装置、電源などの最も重要な装置や電子機器を収めるための特別な危機器区画も設けられた。装置に故障が発生する危険性を減らすため、この区画は発射前に冷却され、また飛行中も余圧を保たれていた。信頼性向上のため、 プレバルブと呼ばれる燃料バルブも取り除かれた。もしこれが発射時に閉じてしまったら緊急脱出装置が作動する可能性があったからである。過去3回の無人飛行でマーキュリーレッドストーンは一時的に1秒間に8度の割合でロール運動をしたことが判明した。レッドストーンミサイルでは4度だった。この値は脱出装置を作動させる1秒間12度よりは低いものだったが、 あとの2回の有人飛行では、不要意に脱出ロケットが点火してしまうリスクを避けるため、ロール変化のセンサーは取り除かれた。マーキュリー・レッドストーム 1A 号と2号では、共に飛行中に加速度の超過を発生させていた。前者は、加速度計の異常によるものであり、後者は液体酸素の調節器が、エンジンに過剰に酸化剤を供給し、 予定より1.2秒早く燃焼を停止させたことによるものであった。2号では、アーシスと呼ばれるシステムが作動して脱出ロケットが宇宙船をロケット本体から引き離し、搭載していたチンパンジーに大きな加速度を与えた。第3回の飛行である、マーキュリー・レッドストーンロケット開発飛行は、ロケットが人間を搭載できるだけの能力を持っているかどうかを判定する前に、 それらの問題点を修正するための技術試験に当てられた。予圧された危機区画と宇宙船の間の空間は、もともとはロケットの回収用パラシュートを収めるためのものだったが、パラシュートが廃止された後もこの部分は空間のまま残された。3回の無人飛行では、接合部分に大きな振動と構造的な歪みが発生した。そのためアランシェパードの飛行では、 この部分に鉛を注入された340ポンドのプラスチックが追加の支柱や補強材とともにバラストとして置かれた。だがシェパードは飛行中にまだ明らかに振動が感じられると報告したためガスグリソムの打ち上げ時にはバラストの量が増やされた。この問題は機動飛行で使用されたアトラスロケットでも発生しマーキュリーアトラス1号では ロケットと宇宙船接続機の接合部分が過度に歪んだため構造破壊を起こし、機体が空中分解するという重大な結果を招いた。マーキュリー計画でレッドストーンを使用するにあたっては、トータルで800カ所ほどの修正が行われた。レッドストーンを人間搭乗用に変更する過程は、広範囲にわたったため、NASA は規制のものは使用せず、 事実上全く新しいものを使用することを直ちに決めた。そのためそれ以前のレッドストーンやジュピター C の発射で使用された全ての機器や飛行データを無効とした。このことはフォン・ブラウンが率いるアブマのチームと NASA の間で論争を巻き起こした。前者は脱出システムは可能な限りシンプルなものにして飛行士が確実に故障したロケットから脱出できる。 要保証することを試行し、一方で、後者はロケットの信頼性を最大限に高め、脱出しなければならないような機械が発生するのを最小限化することを望んでいた。当初設計者らは、マーキュリー宇宙船を切り離した後パラシュートで機体を回収することを企画していた。これは、最使用型ロケット開発の初の大きな試みであり、また、 試験段階にまで到達したのもこれが初めてだった。このシステムでは、ロケット頭部に備えられた2段階のパラシュートが使用される。第一段階では、直径5.2メートルの1本の傘が開き、ロケットの姿勢を安定させ、高加速度を下げる。その後このシュートが直径が、それぞれ20メートルの3本のメインパラシュートを引き出し、機体は大西洋に着水し、 回収船に収容される。システムの実用性を検証するため完全装備のレッドストーンを使用して着水衝撃試験、浮力試験、海軍の回収船により海上に浮遊するロケットを引き上げる演習など数度の試験が行われた。これらはすべてロケットの回収が可能であることを示したが予算不足によりそれ以上の開発が停止されたため、 パラシュート回収システムは試験されなかった。マーキュリー・レッドストーンの飛行には MR- の略称が付けられているが、紛らわしいことに、これらの飛行で使用されたマーキュリー・レッドストーンのロケットにも同じ略称が付けられていて、しばしばその数字が違っていたりする。MR-4 と MR-6 の2機の機体は飛行することはなかった。計画の極めて早い段階で、 NASA はアトラスで軌道飛行をする前に、それぞれの宇宙飛行士に弾道飛行をさせることをすでに意図していたという噂はあったが、彼らが購入したマーキュリー・レッドストーンは8機だけだった。そのうちの1機は MR-1 の失敗で損傷したために使用されず、もう1機は MRBD の飛行で使用された。アラン・シェパードとガスグリソムの飛行は成功を収めたが、 ソ連は1961年の夏の終わりまでに二人の飛行士で軌道飛行を行っていた。このため、レッドストーンで飛行を続ける必要性はなくなった。ありがとうございます。